神戸のレストランのメニューに見られるフランポネ。スペルミスやフランス語として意味をなさなくなってしまう間違いが数多く存在する。フランポネとは日本におけるフランス語の語用を指す。フランス語でフランス語を意味するフランセと日本語を意味するジョポネからなるカバン語である。フランポネはフランパネーズ以外にもフランピネーズ、フラナサイズ、フラナパネーズとも綴られる。 これらは、イングリッシュに見られるように、日本文化圏において代表とされる、L と R の同一詞を揶揄している。日本ではフランス語が、フランス料理やフランスのファッション、ヘアスタイル、歌詞、店の看板、T シャツ、レストランのメニューなどに用いられている。しかし、時には、文法的に間違っていたり、スペルがおかしかったりするなどの理由でフランス語を母語と、 する人たちには滑稽に移ってしまい、外国人が使う間違ったフランス語という皮肉を含んだ意味で使われる。さらには、その間違った記述をした筆者が間違っている箇所をいつまで経っても修正しないことがよくあるため、余計滑稽に移る場合もある。ありがとうございます。